タルにするのであれば、はい、あのここのひげを残すとかね。あ、本当ですか。あ、じゃあその どうしましょう。あのもうクラシック、はい、ねよくねあの、はい、ねマスターシュ、はい、うん、ここのところじゃ、はい、こっち沿ってここだけ残してみましょうか。はい、はい、お願いします。はい、もう完全にタイムスリップスタイル。Thank you.
多少腫れてます、ね、腫れてます、そうそう、うん、唇乾燥してたね、乾燥してた、はい、じゃあリップクリームそうですね、ね、顔の顔濃い、あの風格がそう、さっきあの何タオルこう頭にやった時に、はい、なんかあのあれですよ、インドのカレー屋さんじゃないけど中東感、うん、なんかそれっぽいような顔濃いですよね、なんか、うん、なんかお似合いかなと、顔濃いくるだからヒゲもどうかなと思って、確かに似合いますね、うん、だからね、あれと思ってね、まあ、正直なところやりやすいわね、なんか今風にねしてくださいって若い子も来られたら、はい、ちょっと私意外と苦手な部分あるけども、これ昭和にしてくださいって言われると、はい、まあ全然あの変な話楽、昔からずっとやられてた、そう当たり前の仕事みたいな感じに、うん、そう結構それね、変な言い方だけど楽って定番スタイルです、そう、まあ、定番ですよね、なんせうちのお客さんも大体ずっとね昭和初期から続いてる人いるからね、うん、すごいっす、いい人生がね、最高齢が93歳ぐらいになってるんだから、すごい、この辺が荒れちゃうのね、うん、
なんかひげありそうですよね、うん、やっぱりね、ちょっと見えますよ、うん、結構面白いな、面白かったらしいですか、面白かなんかそれこそマッサンに出てくるあのマッサンの主役の雰囲気が、はい、見えますか、あれ誰が主役やってたんだかちょっとね、そこまで俳優さん詳しくないけどね、はい、似てますか、ちょびひげでした、ちょびひげというか、たま玉彦、たまひろし、あの玉山哲司、あ、亀、そうです、似てる、ちょっとまだ見れてない、年を取ってからね、ひげ、まあ、つけひげなんでしょうか、つけひげっていうかね、あ、そうそう、玉山哲司、玉山哲司、あ、本当だ、なんか似てます、あ、似てますねえ私一瞬そう思ってね、マッサンスタイル、マッサン好きな人、でもあれもろ昭和ですものね、戦争、そうですね、玉山哲司、そうそうそう、本当だね、似てますよね、お、やった、顔もね、輪郭とかがすごいよく、ちょっといい、いや、東南アジアも、うん、あれでもドラマ化されたのは平成になってからじゃないかしらね、あ、そうですか、うん、もともと小説です、原作は、原作をね、大体、うん、うん、でも出来事が昭和なのでね、うん、だからあれは平成でありながら昭和を再現した、うん、うん、NHK の朝ドラってやっぱ昭和が多いですね、昭和、うん、そうですね、でもこれからもしかしたら平成、ああ確かに見る人が、あ、ただどうですかね、平成を題材にするような出来事って何かあったかしら衝撃ね、いやあんまりないかもしれないですね、なんかこうパッとしない、何もない30年間くらいだったでしょうか、なんか景気が悪くなっていく、いやそうですね、平成は全く失われた時代だったね、はい、まあ、昭和はね、戦争もあり激動の、ね、まあ、そうですね、確かに長年ね、60年っていう、いや確かに戦争からバブルというか高度経済成長期まですごい時代です、日本が立ち直れる、うん、じゃあ起こしますせっかくね、やるのでしたら、ね、あ、いいっすね、今のなんか我々世代の人もなんかすごい似合いそうな人もそうですけど、ね、いいよね、いいっすね、今後ちょっとこのキャラ濃いいいキャラしてます、いやでも、でもなんかこう清潔感がちゃんとある、そうですね、今のただね、だらしだと ね、 そうですね、やっぱりそれにはヘアスタイルとかもやっぱりこうきちんとして、そうですね、うん、そう、野口英世みたいな、確かに確かに確かに野口英世感がやっぱどうしても出ます、ちょっと古いかな、いや、千円札、千円札でもともと医学なんですものね、野口英世って、そうですよね、うん、とか、うん、野口英世を買って
んな専門家があって、うちのお客さんのね、はい、まあ年配の方だけどもう70半ば行ってるか、うん、お父様、はい、はね、あれなんですって、すごい、あのその世界では有名なんだけども、はい、人間の外科で解剖して手術するじゃないですか、はい、その解剖学の人間の人体の解剖してたかな、それのなんかあの有名な結構ね、学者多かったみたいです。あの昔だったら、はい、私が来た時九州生でまだ見えてましたけどね、はい、教育大学のね、はい、当時の学長さんとかね、20年ぐらい、もう20、30年近く前、はい、そこの今放送大学あるじゃないですか、あるんですよね、はい、そこの公園の中に、うん、筑波大とかって書かれて、はいはい、あれはもともとそこの敷地内っていうのは教育大学、今筑波に来ましたけどね、はい、それの跡地なんですよ、あ、筑波大ってもとここにあって、そうです、向こうに行って筑波になったんですよ、あ、そうなんですね、教育大学、あ、もともと教育大学、ね、ここができた時にはまだ教育大あったって言ってたから、ここを押さえて、そうです、はあ、私はね、皆さん大体リキッドつけてましたね、あ、はあ、リキッド、そうすると収まるんですよね、もしくはヘアクリームですね、うん、これがね、はい、その準備なんです、準備ですか、準備です、実は固めてるの、そう、先にこうやってなんか形を作るというか、そう、あの、そう、そっち、それで、あの、まあ最初にリキッドつけてやった方がいいんだけれども、はい、お客さんの髪質によってはね、はい、こうやって最初に型をつけて、それで途中でつけて、あの、またドライヤーをかけていくっていうね、そう、いや、すごいな、昔にとってこれ自分でやったんですか、朝多分できる人はやってたと思うけれども、多分ビットみんなです、うん、あれをつけて、そう、みんな多分頑張ってやってたんでしょうね、っていうね、じゃ完全にそうです、ちょっと本当はネットかけたかったんだけど、はい、ネットなんかもうなくなっちゃっててね、そう、ネットかけ、そう、あるんですよ、うん、あのね、あの網状のものをね、こうやってね、かぶせてね、はい、ピシッとやってシーッとね、スプレーする前にそうかけてね、そう、うん、今スプレーする人さすがに少なくなっちゃった、そうです、うん、でスプレーって大体髪の毛傷んじゃうからね、はい、そうなんです、ずっとつけるって言った、確かにあんなにガチガチに固めたら、そうなんです、確かクラシックThank you.
すいません。大津安次郎とか出てきた。大津安次郎で。いいっすね。ちゃんとパッチやる、うん。こんな綺麗にできるかもしれない。うん、おお。いいっす。すごい。喫茶店のマスター。ガラリとかもありましたね。これが。あの昭和の復元です。いやでもいいですね、全然、うん、かっこいい再現するの難しさ、うん、私ぐらいの年だったらもう私、うん、だいたい昭和は再現できます。かっこいいな。もう一回徳屋さん行くときこのスタイル七三、これなんて頼むとこのスタイルなんですか。七三で、七三で、あのきちんと分けてくださいって、はあ、通じますか、はあ、すごい。でもどうなんだろう、昭和の部屋七三スタイルって言った方が分かりやすいですか。本当だ、すごい、はあ、確かに昭和だ。喫茶店のマスターか、はい、マスターっぽい感じ。あれですよ、はい、昭和です。普通だったらもっとパシーってくるそう、もう分け目で、あの前の後ろから前にあの従ってこの登っていくところがね、分け目のポイント。ありがとうございます。ここの このこのクッとこう上がってる感じ。そうなんです、これがそうなんです。いやでもいいですね、これ。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。いやいい。でも僕も昭和から髪型変わってないですけど。